高市通りでスカイファイナンスって店やってる金貸しだ。神室町の駆け込み寺って言われててな、他の店で融資を断られたようなやつにまで金を貸し付けてる。闇金ってことっすか。まあ本人は闇金じゃねえって言ってるが、やってることは同じようなもんだ。ただまあ違うとこがあるとしたら、他の金貸しと比べて融資の条件が変わってるってとこかな。条件、審査が特殊とかそういうことっすか。ああ、あのスカイファイナンスって店じゃ、客に金を貸すかどうか判断するために融資前に必ず何かしらの条件を客に提示する。その条件ってのがボランティアだの老人介護だの、とにかく一風変わったもんらしい。はあ、そんなことして何のメリットがあるんですかね。さあな。それに一部の噂じゃ金利すら取ってねえって話もあるくらいだ。え、じゃあどうやって飯食ってんすか、あの秋山って人は。まあそれは都市伝説みたいな話だろ。秋山さん、実際はちゃんと儲かる仕組みがあるんだろうな。一応さっきうちに来たみたいに金貸した客が飛ばないようちょくちょく見回りしてるみてえだしな。謎だらけの金貸しっすね。とにかく奴の考えてることはよくわからん。ただ一度秋山から金を借りた人間は二度と奴から金を借りることはねえそうだ。どうして。それもわからん。ま、何にしてもああいう不気味な奴には関わらん方が身のためだってことだ。付き合ってもらってご苦労だったな。いや、まあ、あのビルがどれほどのものか確かめることができただけでも収穫か。ん？お前の携帯か。すみません。いやいや、それじゃ今日はとりあえずお疲れさん。うんとうまい飯でも食ってくれ。いただきます、柴田組長。それじゃ。新井だ。分かった、エルナードだな。少ししたら向かう。なんだお前。こんな高い酒飲んじゃって、こんなのこの店じゃ市場価格の4倍は取られるぜ。誰だお前。ボーイって感じじゃねえな。あーうめえ。こんないい酒浴びるように飲むなんて本当の酒飲みのすることじゃねえよな。何しかとしてんだよ。俺らんこと舐めてんのか。ん？どこの誰だって聞いてんだよ。おらてめえ何もんだよ。おらよかったぜ、相手が俺で。これがヤーさん相手だったら戦争もんだよ。うわ、なんだよこれ。話と違うじゃねえか。え？話だと？秋山さん、何やってんすか。お前一人か。え？あ、はい。兄貴はまだ時間がかかるみたいなんで。そうか。何てめえらごちゃごちゃ喋ってんだ。そうか、分かったぞ。俺らをはめて戦争を始める気だな。さっきから何言ってんだあんた。うるせえ。こうなりゃこっちも焼けよ。お前らが誰だろうと知ったこっちゃに。全員ぶっ殺してやるぜ。
てめえ人んちの島で暴れといて何言ってんだこれ。来んなお前は。え、これは俺の件かな。この店で起こったことは全部俺とこいつらだけの問題だ。上野とか金村は関係ねえ。秋山さん。やっぱり俺らの素性もバレバレってことか。俺はこの町でスカイファイナンスって店やってる金貸しだ。この喧嘩俺が勝手にやってるだけのこと。あんたたちがムカついてから絡んだだけだ。組織がどうこうは関係ねえ。てめえ舐めた口聞きやがって。いいね、気合入ってきたみたいじゃないか。久々に本気の喧嘩が楽しめそうだ。ムカつく野郎でいいだろう。その分かりやすい挑発乗ってやるぜ。こっちはいつでもいいぜ。行くぞ、こんなじゃ。兄貴。あれが上野の連中か。新井さん、ちょっと来るのが遅かったね。はあ、相変わらずの強さですね。スカイファイナンスにうちら本職が手出せないのもよくわかる。勝手なことして悪かったね。こいつらちょっとムカついたもんでさ。さすが新井さんだね。こっちの気持ちがよくわかってる。この世界に入って最初に覚えたのがこの動作でしたから。ちゃんと一発で火をつけないと兄さんたちに殴り飛ばされたもんです。そのことじゃないよ。え？なんで俺がこいつらと喧嘩したのか聞かないんだ。うちの親父に金貸した時の条件が関係してるんでしょう。やっぱり知ってたんだ。ええ、秋山さんともあろう人が何の条件もなしにうちの親父に金を貸すわけないでしょう。どんな条件か知ってる？まあ直接親父に聞いたわけじゃないんですが、金村の引退ですよね。俺はさ、あんたならいけると思ってんだよね。堂島の竜って言われたあの人の領域に。相かぶりすぎですよ。俺と四代目ではこの世界に足を踏み入れた瞬間から天と地ほどの差があります。俺が金村工業を継いだとこでその差は埋められませんよ。そんなもんなのかね。俺なんか空から金をもらってからあっという間にここまで来たぜ。そういえばそうでしたね。忘れてました。人間、チャンスは突然降ってくる。要はそのチャンスをもらってから一気に上り詰められるかどうかなんじゃねえのか。三次団体とはいえ組長は組長、のし上がるチャンスとしては悪くない。あんたも少し真剣に考えておいてくれ。あ！くそ！あいつ。秋山さん、申し訳ありませんが、ここからは俺たちの仕事です。どうすんだあんた。その拳銃今ここでぶっ放すのか。そんな勇気があんたにあんのか。
撃ったらこっちもそれなりの対応をしなきゃなんない。だがこのままおとなしく帰るってなら、この一件はなかったことにする。どうだ。何を偉そうに。こっちは上の世話のメンツがかかってんだ。それは分かってる。だがあんたが撃てば俺も撃つ。な、あんたらがどうしてこの店で飲んでたのかは問わない。だからその拳銃こっちに渡してくれ。くんな。兄貴大丈夫ですか。兄貴、くそ、逃げんぞ三島。大丈夫だ。脇腹をかすった程度だ。それよりもあいつらを。くそ。木戸、はい、ここはいい。お前はすぐにあいつらを追いかけろ。はい、わかりました。おい木戸、いいか、奴ら捕まえても絶対に無茶な真似するんじゃねえぞ。はい。新井さん、滝山さん、あんたがくれようとしていたチャンス、どうやら俺はもらい損ねたようだ。それじゃ。新井さん、ああ、頭を一撃、余分な発砲は一切なし。こりゃ殺す気満々で撃ってるね。逃げなくていいんですか。え、犯人はさっき走ってった男ですよね。このままだとあなたが警察に捕まることになると思うんですが。あんた、片木の方ですよね。あなた。ああ、そうだな。警察ってのは嫌な奴が多いとこです。捕まったら無理やり自白させられてしまうかもしれませんよ。社長！花ちゃん。あ、ちょっと手遅れでしたね。お前か。動くな！動くな？俺？動くなと言ってるだろう！いや、おい、違うって。いや、俺じゃないんだって。無駄な抵抗はやめろ。杉内さんの尋問は半端ないと思いますんで、気合い入れて頑張ってください。それじゃ。暴れるな、お前動くな。杉内って、あの、あ、おい、ちょっと待て、あんた。いや、だから違うんだって。さっきのとこに聞いてよ。いいね、社長、花ちゃん。